今回はワリオのスーパーピクロスレベル2をやっていきましょう。どれぐらい素早くいけるか。多少ウィキペディアに遊び方みたいなもの書いてあったんでちょっと見たんですが、このピクロスというね、お絵かきロジックといった方がいいか、その項目で見たんですが、まあ、なんとなくはもう今までやってきたことが書いてあった程度なので、新たな遊び方というかクリア方法が分かったわけではないので、となるとあとはもう今やってることの繰り返しでなんとか終わりまでいけたらなと思うんだけれども、果たしていけるかどうか。10 5 7 13、これ数が多いとこれはこれで大変だね。まあね、難しいことをやってるわけではないんだけど、ちゃんと全部埋めていきましょう。4 6、まあそこには仮置きのね、ウィキペディアには仮置きのことも書いてあったので、でそれがこのワリオの方だと有効に活用できると思うので、そこら辺でうまくやってきたらいいんだけれども。え、これちょっと待って、わあ、おかしいな、俺こんなミスマリオの方では全然やってなかったんだけど。え、これここまでだよね。なんかイージーミスが本当に多くなったような気がする。こうか、いや、ここは決して大丈夫。ここも終わってる。ここ一個つけて。え、ちょっと待ってよ。ここ5でしょ？なんでこうなってんの？ 11 だからここ、ここまで OK なんだけど。いや、そうであってもダメだよね、これ。え、1、11は確定だよね。これ11になってる。なってないのか。数字読み間違えてるな。ここ5で7、1、2、3、4、5、6、7。あー、6か。なんか1個ずれるな。いや、びっくりする。マリオだとあっさりゲームオーバーになるぐらいだね。そんな間違いよ。いや、ちょっと待ってよ。一番下棒、これおかしいでしょ。いや、おかしいよ。で、ここ、なんでつけてんの？ここでしょ。で、あと3つは、とりあえずここは確定。下も終わってる。ここか。なんだこれ。オリオン座？僕と七重に対抗して。これ家が、下の方ね。ビルみたいなものもちゃんと描かれてる。マリオの方の北斗七星は絶対わかんないかなって思ったけどね。でもあれ記憶あるんでね。となると、なんかで見たことあるんで、多分過去にやってた可能性がある。このピクロスをね。ああ、何やってんのこれ。 1,2,3 開けて 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 危ない危ない。寝起きだからってのもあるんだけれども、それにしてもひどいな、今回のプレイは。で、ここ開いている。3、1、2、2、1、1、1。ここ、おしまい。回ってる。2、3、4、5、6、7。ちゃんともう、読み上げていかないと。確認は重要ということか。5、1、どうだろうな。ここも確定できない。ここ1確定で、ここ3なので、この辺りここ3。いやー、難しいな、初手から。これ2だからここは違う。ここ2 3 2 1 1 2 1で、最後の1も確定なので、こっち側削れる。
1,2,3,4,5,6,7,8,9 を確定だったか。ならば、こっち側からまた。で、ここは終わった。ここも置いて大丈夫。1,3,5,4,2,4 ここ、あ、2か。5じゃなかった。うわ、見間違えてるな。2。ここ1でいいのかな ?1 開けて1,2,3,4,5,3,4,5。これは1で5,3,1。あー、これ確定じゃないな。ここが4になる。ここ2確定。さて、上接点あるのここだけか。だが、これ一つでも十分やっていけそう。これ上おしまい。3。最後は1で大丈夫。ここ塗れる。ここは最後は2。1,2,3。終わった。あとは、どこだ?ここ2。上2。ここも2。ここも2で、ほぼほぼおしまい。3,2,3,1,1,1,2,1は最後はここ。カタツムリか何か?ヤドガリか。ヤドガリ。ヤドカリなんだ。ガリではなくて。ずっとガリって読んでた。だいたい今で1問3分4分なので、まあ、そこまで、あ、ちゃうちゃうちゃう、間違え、ボタン間違えてる。ここまで悪いペースではないと思うけど。ここまでか?ここまで。開けて1,2,3,4,5,6。まあ、こんな小さいところやらなくてもと思ったけど、やっていかないとわからないのかな ?9 開けて1,2,3。ここも大丈夫。となると、ここ4なので、4,1,4,4,4,2なので、ここ閉じ、いや、違うか。いや、大丈夫だな。となると、ここ6入らない。2,3,4,5,6,3。これ上6なので、あ、いや、でもまだ閉じられないのか。でも2は確定してた。1,1。あとどうなる?これ1、3、ここ。いや、確定じゃないのか。3、ここの可能性あるか。あ、ちょっと間違えた。ここ2確定なので、もうこっち側3確定1で6。3、4、5、6。3が入らない。どこから行った方がいい?ここ7、1、2、3、4、5、6、7。ここまでいける。1、1、3、1、1で7。これ全部いけるね。ここは1、1、1、1。4つの1と3で閉じることが可能。ここ閉じて7。ここまでいって1、1、2。ここ3。ああ、右側からもいけたね。ここ3。その後1開けないとダメだから、これが確定する。ここ4だよね。4で1。こっち側決まった。ここも決まった。どこから行くか。ここ5終わってるね。これが3なので、1、3、3、この2つ確定。ここも3で大丈夫。5、
1112これ6か、ここ決まったね。これが111、あとはまっすぐ、ここも確定か。51、ここも7、上3終わった。211123終わった。いちごか何か、人参、いや船に乗った人、あー鳥か、鳥の巣。それでも問題なく解けてる分にはいいけど、マス上がった後なんか大変になりそうだな。ゼロとはいえそこら辺も問題次第なところがあるから、15、15、ここも15、2開けて1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここまでいける。同じくここまでで1、2、3、4、8で1、2、3、4、5、ここまで、あとここもいけるけど、9で1、2、3、9で1、2、うん、でここら辺まで塞げて、あとは塗れる。5、6、6で2、3、2で、あともう一個2。ここなんでこうなってる？え、ここはなんで閉じた？わあ、わからないな。3、4、5、6、7、8、9。なぜそんなところ閉じてんのか。あ、わかんないな、ここも。8は、あ、8？ え？いや、ここおかしいぞ。ここ3だよね。え、さっきなんで押し間違えたのかな？ボタン操作のミスなのかそうじゃないのか。だからここは確定、ここも3確定で2、ここ5。5、5、5。ここ4だぞ。4なのになんで、こんな風になってる？ここ1あるな。あー、わかんない。なんでどこで間違えた。いや、おかしいぞこれ明らかに。怖いんだけど、なんかもうすでに変な病気にかかっててやっぱ下もだって2なのに3つあるもんね。え、どうしてこうなってる。15は確定で、そこ232、いや違う、こっち側の可能性があるのか。ここ12349だもんね。まあそうかそうか、右側の方で間違えたから全体的に左側も押し上げられた感じになってるのかな。まあこれわかんない。となるとここもおかしい。こうで合ってるはず。3つ分押し上げる。まあでもマリオの方じゃないから、何度間違えてもやり直せばいいだけなので、そのあたりは楽だけど、間違えたらね、そこで気が引き締まることもあるので。え、これ2いける、いけるか。こうか、こうやってここら辺全部大丈夫。あとここ一つ、初心者マーク？初心者マークであっても初心者マークになってないんだよね、これね。え、どこがおかしい？ここら辺はもう大丈夫。上だな。いや、上じゃないな。1322222215291がないね。これなんで1がない？いや、怖いな。なんか一気にダメになったかのような。
初心者マーク。寝起きで今やってるっていうのもあるんだけれども、それにしてもなんかひどい結果ばかり出てくる。13で、これ大丈夫でね、13-1。ここまでいける。2確定、4確定、7までいける。まあ15はこれ濡れるんで、これから考えましょう。これ上1確定。11まで。で、2つ伸ばせる。こっち側も11まで。ここ閉じられるとなるとこうなる。2も確定。これ2終わってるね。ここももう数字すべて埋めることが可能。これ2、これだな。これも2確定。11までいける。で、1212。これ確定か。ここはもう大丈夫。さて、あともう一個大丈夫。三角形となると置けるのはここのみ。もう一個置ける。1133。ここ5までいけるので、ここ行って、3、2、ここ3でしょ。となるとここも3。ここ2の可能性があるのか。だがここ1やったから2で、下が3。ここもう入らない。これ確定か。3、3。となるとこれ上伸ばす。ここ閉じて大丈夫。3開けて2。違うな。こうか。ここも閉じれるかどうかは、いや、ここ濡れるんだ。下も大丈夫。ここも濡れる。ここ3、3、2、3。あと11。9、10、11。ああ、わかんない。7。ここまで。下塗れる。あとは2だから、ここ閉じて、こっち側塗る。なんだろうな。人っぽいけどな。3、2。これが5。終わんない。あとどこだ？ここか。何かを持った人のように見えるけど、旗を持った。あ、宇宙ね。月面着陸とか。うん。文章もそのまま合ってるのもね。なかなか。ピタリ賞をね、狙うのも難しいけど。さて、F。ここら辺塗っといて、こっち側も。あ、これは簡単か？ここまでいける。で、9だから、ここまで行っておしまい。3。上全部2。ここ8。ここ濡れる。となると、下、いける。ここも2、6、3、2、1、1、2、2、2、2、2。さて、ここからどうするかだな。
ここ3か、ここ5、1、2、3、4、5、ここ塗れる。これ下は2確定。2、4、2開けて1、2、3、4開けて1、2。これ確定か。ここが終わってる。ここも2だから1つ置ける。となると真ん中3なのでここまでは削れる。とはいえまだまだ狭められてないな。これ下5は無理なのでここ5を行って1、2。ここまで。7、5、6、7。ここも2だからここまで削って大丈夫。で、ここまで削って大丈夫。上2、2でもう終わってんのかな？ここも2、2で、ここ2入らない。ここも入らない。これは3しか、いや、下が3で、2で、3が入らないんだけど。2、3、1、2、3開けて2、3か？じゃあなんでここさっきついた？いや、でもここ、なんでこれついてんだろうな。まあ、ここら辺まで削れたからだと思うけど、これ3、ここはいいけど、これはなんで？ああ、謎。で、ここついたことによって、こうなるね。そうなると3、2、3だと思うけど、ここも3、ここも3。2で最後に。いや怖いな、なんでここまでミスが出てるかが。3 2 2 3。ここ6、ここ2、こことここ、これ人が走ってるかのような出口に向かって。ここも2あるはず。5は上か下か。ここが2 2、ここ5か。5 2 2 4。終わんない。あともう一個。ここ223。ここ223。非常用のマークのようにも見えるけど。非常口。さて。これは、このあたりの14。12 11 10 13くらいか。3、7いけそうだけど。1 2 3 4 5 6 7 7。んで上下も13 14 13 12 11。で、これ7はもうこれ以上は届かない。ここからまた5、6、狭めることができる。6も確定だからこっち側削れる。こんなところかな？となると1、2、3、4、5、6、7。この7、2つ。6。4、5、6。ここも6、ここくっつける。ここが終わった。0。ああ、0か。なんだなんだ。じゃあ14も確定だね。13も伸ばすことが可能。ここ6入らない。3入らない。ここも入らない。ここは可能性あるか。4。まで削れる。ここも10が入らないというか確定してるので合ってるよね。
9、10、11、4、2入らない。これ12。ここで10、11、12。これ4。13、14。これ13ということは一つ上伸ばす。6、1、縦1か。3確定、6も確定している。これ7は右側に、5、6、7、こんな、こんな感じで今回は比較的簡単だったかな。時間制限ないからその点本当に楽。あと13、もう1個、11、終わりかな、これで終わんない。2、4、6、7。またなんか間違ってる。1、3、4、7、11、12、13、14、13が怪しいか、これ。これは、まあ、どちらかが間違ってると思うんだけど。3、2、4、7。ここも7なんだけど。3、4、5。こうだ。あれあれこうだとか、あ、もう一個はつくんでね。これ下につく可能性があるのか。いや、なんでかな。そして、どこかの、地形だと思うけど、どこだ？アフリカ。いやー、怖いなー、本当に。数日やってないだけでここまでもプレイに問題が出るとは思いもしなかった。あっちで少し伸ばす。こんなところかな。2で1、2、3、4、5、6、7、8、9、確定だね。操作ミスでダメになってるわけでもないとは思うんだけど。ここまでは大丈夫。これ6、ここも6、4がある程度確定する。これ1か。1、1、2、3、1、2、3。あ、もう確定出るね。おっと、こっち側、こっち側は少し違うのか。ここ閉じることができるとなると1個また伸ばせる。え、違うぞ、伸ばせないぞ。3、3、これも8いける。うん、合ってるかこれ。合ってるか。1、2、3、4、5、6、7、8。もうだんだんちょっとのプレイでもね、すべてなんか疑ってかかんないとダメなのような状況になってる。2、3、4、5、6、7、8。これで真ん中11は終わった。ここ伸ばせるでしょ。3。4。2、2。ここも2確定でした。確定。ここ3。1、2、3、4、5、6、7。ここも確定だな。なんかロボットみたいな感じがする。ここ3なので、ここ2つ確定で10。上閉じることができる。ここで9もあらかた4、5、6、7、8、9、3で下は6確定。あと3、ここ1、1。これ1が2、4、6の7、2、4、6の7。
というか縦見れば終わったね。ここにこれで下が11確定かな。3333 9はここが8、2 11、2 2 2 3 4 4確定、この4も確定、ここ4終わってた。1 1 2 1 2 3、これ×じゃない、このマーク。一応ちゃんと確認しながらやるけど、1 1 2 1 2 1 1 1、あーまだ確定出ないか。真ん中もう一つぐらいはうんつくね、ついた。でここ1だから、あとはどうだ、3行ってから1、1だからこれこういう風に開く。でここ閉じて大丈夫。ここは3行ってから1、1、あと1が2つ。これで終わらんか。これダメなの、こっちが9終わってないよね。ここだ。まあまあ今回は別に問題ないか。多分ロボットだと思うけど、だるまかな、だるまさん。今で1問5分とか6分とかそのあたりか。上結構埋められるけど必ずしも簡単とは限らない。15 2345、1個閉じる。これ2ここ入れない、1ここ1、あ違うぞ、12入れない、1ここ確定だな、この辺りまで。1で1で5 1 2 1といったところ。といったところなんだけれども、これ2、2は確定だな。ここは5入るのは真ん中だけ、ここ5確定。2、2終わってる、1、1終わってる、1、3終わった、2、1、2、3 3終わった、終わってはないか、終わってはないがほぼほぼ確定。5、1、2、3、4、5これ5、4、3 3、2これも3追加、1 1で2 1 5 1 2 3 3ここ1つ、ここ、あとはここ、これなんだ、飛行機かな。ここ3だぞ。なんでここ閉じてる？なぜだ？うん。ん？これどこか一つないとおかしい。1234だもんね。5大丈夫、2大丈夫、1、2大丈夫、1、3大丈夫、2、3大丈夫、3、1大丈夫、1、1、1、1、3、1、1、1、1、1、5、1、1、2、2、1、1、2、3、
だが真ん中足らない。5大丈夫。1、2。あ、なんかおかしいな。ここだ。こうでしょ。変なアンテナを出してしまったかのような。潜水艦の可能性。あ、魚か。メダカ。あ、でもミスをやりつつもなんだかんだでクリアはできてるんだよね。だがこのミスが後々マス数が多くなった時に致命的になりそうな気がするので、クリアまでいけるのかな。特に今回ヒントがないからね、マリオの時と異なって。そこら辺でどうなるか。積む時はもう完全に積みそうな気がする。なのでダメになった時点でおしまいとなります。さすがにこれをネット上の情報を見てやるってのもね、どうかと思うしで。あー、ここら辺で一服になってしまった。うん、これここが決まった。決まる場所、ここくっつけて大丈夫。7、8、9、10、11、こっち側、ここも大丈夫か。左から8の可能性考えるとここ大丈夫。あとどこだ。これ2の可能性があるからここは大丈夫。そうなると2ここじゃないかな。2やって、ここやってやって、いや数合わない、数合わない。おかしいおかしい。なんでここついた。1やって1、2、3、4、5、やって1、2、3、4、5。なんでここら辺バツついたんだろう。今ここは大丈夫。ここ2入って、ここ2でもいけるんでね。ここはバツつけて大丈夫か。となるとこっち側が塞がる。5。これ4確定。3、5。これ上じゃないと成り立たないね。10。ここ切る、ここ切る。でこっち側も大丈夫。6、7、8、9。3、4の場所も定まったので、縦見る限り塗って大丈夫。1、2、3、開けて1、2、3、4。4開けて1、2、3。ここ確定。ここ4確定か。2いって11が終わった。3伸ばせる。これ4。3いって1いって1いって1確定か。5確定で、2確定で、1でおしまい。3、8、2、9、3、4、5、6、7、8、9、全部いけるね。1も確定している。4、3確定。ここ2ついける。おっと、間違えた。内側はこうか。どこ伸ばせるかがまだ定まってない。10、9、10。ここ一つ、これで右が確定ではないか。もう一個残ってる。ここ2確定、5確定。これによってここも閉じる。2確定、3、4、
1も3個入らないので、こちら側。さて、あともう1個9塗って、3塗って、5。ここはわからないかな。いや、決まってる。上か、金魚か何か？となると目玉を最後に入れてもダメ。やば、嘘。ミス多いぞ。こんなにもなんで毎回毎回ミスが入る？ 5、2、4、2、8、9。 9がおかしいな。ここだ。数字の見間違いだと思う。デメキン。さて、あと2つ。今10個で40分だから、まあそれでも4分とか5分か。ここまで遅いというような感じではないけど。10、8、8、11、12。うん、これ確定だね。13、12。こんなところか。濡れるところはここ下閉じたので12確定。ここも閉じることができたので11確定で、右側も終わった。手早く終わりそうな気配がある。入らない。ここも入らない。ここも入らないとなると上か。1、2、3。まだ確定は出ない。13もこれ確定？確定だな。3、4、5、6、7。1。下から見ていきましょうか。これは確定だよね。5、2、3。ここ終わってる。ここが5まで。1やって1やってだから、まだ確定が出ない。続いてどこ行くか。ここ開けて1、2、3。ここ1ついける。2、2。ここ閉じられる。となるとここが確定。7、12、4。この行が終わり。3。上の方はどこで確定させる？これはくっつける。3確定。4、3となるとこっち側つけて、ここが4。ここ終わった。こっち側伸ばす。ここ閉じて大丈夫。ん？確定でね。ここ4確定。3が決まった。5、2、3。ここ1か。5、1。ここ3なのでこうか。2、2。1はここに置かないとダメ。もう1個ここに置かないとダメ。これ4だから、ここは閉じるか。こう。あともう1個このあたり？アンテナか何かこれ。人の、あ、突っ張りか。リーゼントと言った方がいいのか。昔の不良。なるほどね。いや、これ発売されたの1995年だから。あー、いないのかな、こういうタイプの人って。
10年ぐらい前なのかな、確かバブルの後でね、1990年のバブルの後となるとこういうタイプっていないのかもしれないね。あまり細かくわからないけど、今もああいう格好してる人からするとね、昔のって言われるとね、ちょっと待てとか思っちゃうかもね。7を隠して勝手に昔にするなっていうね。ここ113、ここら辺塗って大丈夫となるとここまで伸ばせる。ここら辺確定全部。さてこれはどのタイミングで確定いけるんだろう。少なくともまだ、あーちょっと待ってくれよ、どうなるこれは。ここで3いって、あんどうだどうだ、あれ123やって、123ここ2つ大丈夫となると、ここ開ける、1が確定か、これで。あ、なるほどね。もうこの3のところは全部確定してたんだ。で、1が確定したってことは下も塗れるので、上の方も11が確定。となると、ここまで伸ばせる。ここ3。3。1、2、3、4、5。3、4、5。ここは入らない。ここも終わってる。3、3。で、7だからもうここも終わってる。3、1、1。ここを一つ伸ばす。真ん中はもうない。2は、ああ、違うな。もう終わってるな、2も。うん。3終わってる。となると上に伸ばすことが可能。3116、ここら辺か、縦か、ここもだがない。2233、コロって書いてあるね。多分家なんだと思うけど、家の窓だと思うけど、なんでこれ両方ともロにやらずにコロってなるのかね。あ、犬の家か、なるほどね。とりあえずおめでとう。いや、ちょっと厳しかったな、今回。こんなにもミスするかっていう感じの状況だったんで。1問4分なのかな?まあ、それなりに悪くはないと思います。というわけで、また次回、続き多分やってると思いますので、次回もご覧ください。ではでは。